G20 第14回20カ国地域首脳会合第14回20カ国地域首脳会合は2019年6月28日から6月29日に大阪府大阪市で開催された G20 の首脳会合正式名称は金融世界経済に関する首脳会合日本で初めて開催された G20 首脳会合となった会場は 大阪国際日本市会場大阪国際日本市会場各国首脳が集まった記念撮影の様子2017年7月8日の G20 首脳会合閉幕時に日本での開催が発表された開催都市の選定においては大阪府と大阪市、愛知県、福岡市の4つの自治体が誘致を目指していた日本政府は立候補都市でのホテルの収容人数や 警備面などの実地調査をしていた。一方、日本を訪れる各国の首脳が天皇陛下と会見することも予想されるとして、東京での開催を提案する声もあったが、東京都は首脳会合と同年に開催されるラグビーワールドカップに対する影響を考慮したため、誘致には消極的な立場だった。二千十八年二月二十日、日本政府は首脳会合の開催地を 大阪財務大臣中央銀行総裁会議の開催地を福岡に決定し21日に内閣官房長官の菅義偉が正式に発表した首脳会合の開催地として大阪が選ばれた理由としてホテルの客室数や警備体制などで総合的に判断したとしている2018年4月2日日本政府は首脳会合の開催日程と開催する 関連閣僚会合を発表した。関連閣僚会合として以下の8会合が行われた。参加国、機関の一覧、37の国と機関が参加した。また、スイスが財務トラックのみ招待され、ウェリ、マウラー大統領が参加した。6月28日夜、大阪城天守閣を背景とする記念撮影の後、 大阪城公園内の西の丸庭園と大阪芸品館で各国首脳らが参加する文化行事と晩餐会は開催された。文化行事では狂言師野村満載による三番奏の演出、ピアニスト辻井信幸による花は咲くラカンパネルラの演奏とオペラ歌手中丸道恵による演奏が披露された。晩餐会のメニューには先週水の巣。 ただし和牛や太鼓ごぼうなど、関西地方の食材を使った料理があり、飲み物には、大阪府、岩手県、福島県の地酒、琉球泡盛、宮城県の紅茶などが含まれる。日本政府の開催関連経費は、合計約484億5000万円。ありがとうございます。